こんにちは、キューブです。前回アイアンジャム&バンブルビー鋼鉄アーマーをレビューしました。見ていただいた方には今年の新しいシリーズが大体どんな構成のアイテムかお分かりいただけたと思います。今回お送りするアイテムも基本的なギミックは同じものになります。というわけでレビューしていくアイテムはこちら、トランスフォーマーアドベンチャーシーズン2マイクロンの章よりアドベンチャーシリーズ TAV41 グラビティ&オプティマスプライム重力アーマーです。バンブルビーに続いて今回はオプティマスです。オプティマスはシーズン1ではずっと異次元に閉じ込められていて、終盤まで活躍の場がほとんどありませんでした。というのもですね、オプティマスは以前の動画でも触れましたが、アドベンチャーの前作にあたるトランスフォーマープライムのラスト、日本での放送分では描かれなかった真の最終章のプレダコンライジングのラストで、自分の身を挺してサイバトロン星を危機から救ったので、アドベンチャーの1話では死んだ人扱いになっていて、銅像とか立っちゃってる状態だったんですよね。ですが、実はオプティマスは一命を取り留めていて、来るべき新たな脅威、要するにメガトロナスの復活に備えて、プライムのエリアと呼ばれる異空間でトランスフォーマーの始祖たるプライムたちによってパワーアップのための強化合宿みたいなことを施されていました。それでシーズン1の最終回についに完全復活を遂げて合流、バンブルビーと共にメガトロナスを撃退しました。ただですね、アドベンチャーの世界観ではバンブルビーでさえ英雄扱いされているっていう感じなので、その B からさらに伝説視されているオプティマスはもう超レジェンドというか、あんまりホイホイ共闘できる距離感のキャラじゃないので、シーズン2でどういう風に扱うのか個人的に気になってたんですよね。ですが今回のシーズン2ではオートボットたちがチームバンブルビーとチームオプティマスに分かれて2チーム体制で戦うことになります。確かにドリフトに加えてウィンドブレードもレギュラーに入ったり、結構キャラ増えましたからね。あ、ちなみにですね、シーズン2ではオートボット・ディセプティコンの両方にトランスフォーマープライムのキャラクターたちが当時の見た目ほぼそのままで少し出てきます。もうシーズン2からは暗にプライムの続編とかじゃなくて、完全にプライムの後を引き継いだ後日談になっていくっていう展開みたいですね。でもこのキャラクターたちの登場の仕方、特にディセプティコンサイドのあいつの登場の仕方はビーストハンターズを見てないと意味がわからないんじゃないかと思うので、日本版どうするつもりなんでしょうね。そこもちょっと楽しみですね。では早速見ていきましょう。まずパッケージはこんな感じです。今回も前回のバンブルビーと同じくブリスターの背面の情報量がだいぶ抑えめで、ほぼイラストだけみたいになってますね。では早速開けていきましょう。中身を取り出して並べるとこんな感じ。オプティマス本体とパートナーマイクロンのグラビティ、そして重力アーマーと呼ばれるクロスアップパーツと説明書。説明書はこんな感じ、裏はこんな感じ。これバンブルビーの時も思ったんですけど、説明書の裏にこういう風に余白があったりして、ギミックがかなり多い割に一つ一つのギミックが結構少ないステップ数なので、説明書の占有面積は小さいんですよね。ではまずオプティマスのビークルモードから見ていきましょう。オプティマスに関してはシーズン1のアイテムと明確にビークルが違いますね。シーズン1のオプティマスはセミトレーラーでしたが、今回はタイヤが6つだけのロングトラック。ですね、シーズン2の劇中だと確かにトレーラーからトラックにリスキャンするシーンがあるんですが、もっと形が違うトラックですね。これはなんというかトレーラーだった時のキャブの形のまま車種だけトラックに直ったみたいな、折衷されたデザインっていう感じに見えますね。そして例によってサイズが結構縮んでいます。まあ日本だとウォリアークラスのオプティマスってなくてネメシスしか出てないんですけど、海外版のオプティマスと比べてみるとこんな感じ。真上から比べてみるとこうで、やっぱりバンブルビーと同じで7割ぐらいっていう感じですかね。前回の TAV40 のバンブルビーと比べるとこのくらい、真上から比べてみるとこんな感じ。まあオプティマスの方がかろうじて1センチ弱ぐらい全長が長いですけど、車幅は完全にバンブルビーの方が勝ってますね。それぞれがトラックとスポーツカーっていう車種の違いを考えてみると、まあ全体が縮んだだけじゃなく、ちょっとスケール感も合ってないなっていう感じですかね。ではロボットモードへ変形させていきましょう。トランスフォーム、完成。 TAV41 オプティマスプライムです。ではスタイルを見ていきましょう。
顔のアップです。変形プロセスですが、前回ご紹介したバンブルビーの方は一応去年発売されたアドベンチャーシリーズに準拠している感じでしたが、オプティマスの方は結構簡略化されちゃってますね。もう特にこのキャブのあたりなんかはどこも分割したりせずに後ろへめくって倒すだけになってますし、足に関してはほとんど変形してないと言ってもいいぐらいですね。ただ地味にポイントなのが、さっきお見せしましたが、この頭部の形ご覧になれるでしょうか。マスクオフになっていて口が造形されています。国内で発売されたアドベンチャーのオプティマスの玩具でマスクオフで造形されているものは今回が初めてですね。ちなみに変形プロセスで1点だけ注意点があってですね、説明書を見ると単純にこのキャブの部分を後ろへ倒してくださいとしか書いてないんですが、この辺を大雑把に持ってこういう風に上げようとすると全く上がらないんですよね。ここはですね、実はここに指をかけてちょっとここは上げるようにしながら回す必要があります。ここちょっと小さくてご覧になりづらいかもしれないんですが、赤いパーツの中央あたりに縦方向の突起があるのが見えるでしょうか。実はこのキャブの部分はこの稼働する部分がここに上から噛む形でこういう風に固定されているので、ここの固定が外れないままざっくりここを動かそうとしても全く動かないんですよね。なので極端にやるとここをこういう風に上げてから回すっていう動きになります。あと実はこのキャブパーツ戻す時もちょっと注意が必要で、頭部これ結構小さいので後ろのこんな丸ごと指が入ってしまいそうな空洞に全然もうちょっとぐらい向きが違っても余裕で入りそうに見えるんですが、実はですね、この頭部はクリアランスがものすごいギリギリなんです。なのできちんと向きを整えて正しく正面を向いている状態じゃないとここが正しく閉まりません。ご覧ください。完全に閉じた状態で真下から見てみると、このオプティマスの頭の角の形とすぐ上のヒンジとがぴったり噛み合っていて向きに余裕がないことがわかります。説明書だとここただ開閉するとしか書いてないんですが、この2点でここ実は結構デリケートなので気をつけて扱った方がいいと思います。次に稼働ですが、まず頭部、これは前回のバンブルビーと全く同じことが言えますね。ボリアクラスと違ってボールジョイントではなく軸稼働、左右を向けることができるのみ。しかもですね、後ろ襟が立っていてパーツの干渉からあまり角度がいかないっていうところもバンブルビーと同じですね。肩関節はまあボールジョイントではありませんが縦横に切れているので事実上自由です。まず垂直方向へは肩アーマーごと U に上がりますし、水平方向は肩アーマーの下からこういう風に水平まで上がりますね。まあいわゆるガンダム稼働ってやつですね。ちなみにこの肩のブロックは変形プロセスでこちら側へ90度倒れる変形プロセスがあって、一応ここに変形専用の関節があるんですが、ロボットモードにするとがっちり固定されるので関節稼働には全く行きないですね。肘はボールジョイントで90度より少し深いぐらいまで曲がります。ボールジョイントなので縦ロールもつきますね。あと手首に関しては今回もワンパーツなので一切稼働はありません。胴体はバンブルビーと違って腰の回転ができないので全く動かないですね。股関節はボールジョイントなので非常に柔軟ですね。前後にほぼ180度動く上に水平にも上がります。膝の関節は足がこんな感じで結構太い上に太ももの後ろ側へ張り出したこんなパーツ形状になっているんですが、90度より深いぐらいまで曲がります。あとこれもバンブルビーと同じなんですが、膝の関節がボールジョイントになっていることでここが縦ロールを兼ねるっていう感じになっていますね。足首に関しては可動は全くありません。ですが足の裏が結構広いので設置は比較的安定していますね。あ、ちなみに足首といえばですね、前回のバンブルビーの動画でこういう風にかかとが出せるっていう変形があることをご紹介し忘れていましたね。お詫びして訂正します。さっき一度お見せした海外版ウォリアークラスのオプティマスと比べるとこんな感じ。やっぱりロボットモードでも7割ぐらいっていう身長感ですね。というかこちらのウォリアークラスが発売された時も当時は結構変形シンプル化されてるなって感じたものですけど、今回はさらにそこから半分ぐらいのステップ数になってますね。さて今回も前回のバンブルビーの動画と同じく、ここまでお見せしてもまだ全てのプレイバリューの3分の1ぐらいです。次にこちらパートナーマイクロンを見ていきましょう。名前はグラビティ。前回のアイアンジャムと違って今回のグラビティは変形すると完全に人型ですね。しかも色もアイアンジャムの方はさほどバンブルビーと一致してなかったんですけど、今回のグラビティは赤と青で完全にオプティマスと共通したカラーリングになっています。胸に2つのウィンドウか何かを思わせる水色が入っているところまで細かく似ていますね。そしてこのグラビティもシーズン2から新登場した旧型のサイクロン型のマイクロンですね。全体の見た目はこんな感じ。
ちなみにこちらのグラビティもアイアンジャムと同じくオートモーフで連動変形します。後ろ側のこの部分に爪を入れて2つに割るとご覧の通り足と頭部が連動して現れます。そしてあとはこの手の先になる部分を手動で起こしてやればグラビティの完成です。ロボットモードでの全体の見た目はこんな感じですね。ご覧になった通りアイアンジャムと同じく後ろにこういう風にクリアの5ミリピンが出ているのでオプティマスの手の CG ジョイントに差し込むことでこんな風にハンマーっぽく持たせることもできます。5ミリピンが後ろ側にあるのでロボットモードの状態にして持たせることも全然できるんですけど、アイアンジャムと違って今回のグラビティは明確に人型なのでこの状態で持たせるとちょっと奇妙な感じになりますね。さて3つ目のギミック、クロスアップアーマーを見ていきましょう。オプティマスに付属するアーマーはご覧の通りクリアオレンジ、カメラだと若干オレンジイエローっぽく撮れてるかもしれないんですが、実物はもう少しピンク寄りで蛍光オレンジみたいな色ですね。それと完全なクリアじゃなくてやや透明度を落としてあって劇中のシュプリームアーマーとかに質感が近い感じになってます。オプティマスのこのアーマーの名前は重力アーマー、パートナーマイクロンのグラビティが生み出す重力を自在に操作できる力が身につく強化アーマーということになっています。さてではクロスアップアーマーのウェポンモードを見ていきましょう。ですがその前に今回のクロスアップアーマーは1箇所だけ組み立てる場所があります。まあというかウェポンモード自体組み立てなんですけど、そういうことではなくて完全に一度つけたらもう外さなくなる場所っていうことですね。ここ首のパーツと胸のパーツ、この中間をこういう風に可動式にするために一箇所はめ込み式になっている場所があります。そしてウェポンモードに完全に組み上げるとこんな感じ、まあ要するに巨大なハンマーですね。バンブルビーの時の鋼鉄アーマーから組み上げたウェポンモードに比べてボリュームが2倍以上っていうかもう2倍どころじゃないですね。オプティマスの武器の方が全然大きいので今回はクロスアップアーマーは結構いじりごたえがあります。なんかあれですね、スパロボ知識でしかないんですけど、昔のイデオンとかに出てきた敵メカみたいな空気がちょっとありますね。では実際にオプティマスに装着させていきましょう。クロスアップ、完成、重力アーマーオプティマスプライムです。では改めてスタイルを見ていきましょう。今回も全然見た目が変わりましたね。例によって顔や胸まで完全に別の衣装になる上に、オプティマスの場合バンブルビーと違って差し色が一つ増えることになったり、アーマー自体のボリュームがバンブルビーよりも全然大きかったりするせいでパワーアップ感がかなり出ています。しかもこちら分解装着後に腕に残る武器がちゃんとシーズン1のオプティマスが持っていたエネルゴンアックスになっていて、これゲーコマですね。あとバンブルビーの時と同じように今回も顔のスリットと中のフィギュアの目の位置がきっちり合っています。ちなみにクロスアップアーマーをつけたままでビークルになれるかに関しては今回はちょっと無理ですね。そのクロスアップアーマーをつけるためのジョイントを変形に使っちゃってたりしますからね。ただですね、ちょっと一つ面白いポイントがあって、これバンブルビーの時は詳しくご紹介しなかったんですが、クロスアップアーマーも一応こういう風に武器として持たせられるように 5mm ジョイントがあって、バンブルビーは天面にも 5mm ジョイントがあるのでビークルモードの時、まあ若干無理やりになるんですけど、こういう風にウェポンモードのままつけておくことができたんですが、オプティマスの方はパッと見 5mm ジョイントに当たるものはどこにもなくて、まあなくてというかここにちょっと拳の名残みたいな穴があることはあるんですけど、天面に武器をつけておくみたいなことは、まあ武器がめちゃくちゃボリュームがでかかったりすることもあって今回は無理かなと思ったんですが、実はですね、説明書に書いてないんですがそんなことなくて、ここご覧になれるでしょうか、このスリット穴、これ実は武器を天面に取り付けるための穴なんですよね。実はウェポンモードのハンマーのグリップにもこういう風にオプティマスの天面の形に合わせたくぼみがあって、その2つを合わせるとこんな感じになります。もう見た目の自然さがどうこうみたいな話はできない感じの見た目ですけど、でもすごい豪快で自分はこのモード嫌いじゃないです。ただですね、あまりに武器に大きさがあってバックヘビーなので、うまいことやらないと
ちょっとフロントが浮いてしまってウィリーみたいになってしまうこともありますね。というわけで、ここまでにご紹介したギミックの全てを活かしつつ、いろいろポーズをつけてみるとこんな感じ。今回のオプティマスもサイズは小さめでしたが、ギミックに関しては盛りだくさんでいいですね。バンブルビーは羽飾りがあったりとスピードファイター風でしたが、オプティマスの方は元々のスタイルが武骨な上にアーマーの形も角張っていて、大きさは同じなのに重量級ファイターのイメージがちゃんと出ていましたね。以上、トランスフォーマーアドベンチャーシーズン2マイクロンのショーより、新発売アイテムアドベンチャーシリーズより TAV41 グラビティ&オプティマスプライム重力アーマーのレビュー、いかがだったでしょうか。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。楽しんでいただけたでしょうか。チャンネル登録はこのすぐ下にあるボタンから、スマートフォンやタブレットでご覧の方は動画の下の赤い登録ボタンから登録できます。よろしくお願いします。さて、今年から新発売されたこのマイクロンのショーの新シリーズ、価格の割にギミックがものすごい盛りだくさんで、そこはすごいいいなって思ったんですが、なんともやっぱり小さすぎるところがちょっと食い足りないなって個人的には感じてしまいますね。ずっと単品で撮影していたので映像の中からだとあまりわからなかったかもしれませんが、コンバイナーのオプティマスと比べたりするとやっぱりこのぐらい違うというか、もう半分ぐらいしかないですからね。確かにギミックの数はすごく多くて、遊べることは遊べるんですけど、大きいものってやっぱり大きいものからしか得られない醍醐味みたいなものがあると思うんですよね。例えばこちら、今年の戦隊メーカー獣王者のキューブアニマルシリーズなんかはもう稼働するところが3箇所ぐらいしかなくて、ギミックの複雑さという意味ではこちらに全然及んでないんですけど、やっぱり大きいことによって存在感があって、こちらからしか得られない満足感というのがあるんですよね。今回こちらのシリーズを2つ連続で撮影してみて分かったんですが、やっぱり大きいアイテムというのはまずそれだけで目の前の空間の占有率が高いっていう醍醐味があることと、それとですね、やっぱり大きいことでたとえギミックがシンプルであってもいじっている時手のいろんなところに触れるんですよね。握るっていう感じがすごく全体から得られるんですけど、こちらの小さいアイテムはギミックは確かに複雑でいろいろ動くんですけど、指しか使わないんですよね。握らなければ動かない場所っていうのがなくて、やっぱり小さいので手の全体を使わなくていいっていう、そういう食い足りなさがどうしてもしばらくいじってると出てくるんですよね。そこで皆さんに今回伺いたいんですが、こういう変形ロボ系を手に取るとき、大きいことってどのくらい重要ですかね。小ぶりでも見栄えやギミック、稼働なんかがしっかりしていれば特に文句ないですかね。それともやっぱり大きくて手の全部を使わせるようなこういう存在感っていうのはすごく大事でしょうかね。大きさや存在感とギミックの完成度、どちらの方が皆さんにとって重要でしょうか。ぜひ下のコメントで教えていただけると嬉しいです。ちなみに自分はというとですね、どちらかというとギミック寄りのつもりでいたんですが、なんか最近はこういう大きいものがないとどうしても手が物足りなくなってくる感じになってきましたね。明らかに去年からコンバイナーがバンバン出てて、トランスフォーマーに大型アイテムが増えたことが影響してると思うんですけど、このくらいのボイジャークラスぐらいの大きさがやっぱりちょっとあってほしいかなって思うことが多い気がします。皆さんの場合どちらでしょうか。コメントお待ちしています。